どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は猿之助の謎ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで猿之助さんの事件が起きて数日経ったわけなんですけども。 い何かこう謎がね解明さ、まあ、すごく不可解なことだったんでね謎が解明されるかと思いきや情報がまあ全部出てるわけじゃないんで逆にかもしれないんですけどもうちょっと不思議なことが多すぎてもう今後ね都市伝説化するんじゃないかみたいな話を今日はねやっていきたいんですけど。で 以前ちょっと NSK さんの件を取り上げていろいろ話する中で今までの例えばねタレントさんの亡くなった事例と比較して同じようなことを起きてるからなんたらかんたらとかっていうまあガチの都市伝説の方あくまで推測にしか過ぎないことをお話をしたんですけど今回はまあそこっていうよりも本当にこう不思議なことがあるよねって話いい実際出てる情報の中でこれはなんか普通に変だよねみたいな。 ちょっと整合性取れないよねということででそこから類推するとこういうことになるんじゃないかということでそこの部分についてはちょっと都市伝説っぽい形で捉えてもらえると嬉しいんですけどまあちょっとねお話しするのに難しい話ではあるので慎重にちょっとやっていきたいと思います。はいでまず猿之助さん自身がえっと家族会議をして睡眠薬をっていう話を出されました。これはまあ えとメディアから出てきた話で警察がそういうのを、まあ、漏らしたって話なんですけど、まあ、よなんかねやっぱ最近思うんですけどね、まあ、これって本当に警察こんな話漏らしていいのみたいな <laughs> のはあったりするんですけどただまあうーんまあでも小出しなんでねだから結局もうちょっと状況が分かってからの方がいいかもしれないんですが、まあ、いずれにしてもご本人の体調がまあ万全ではないのでちゃんとした状況になってもう一回あのあの なんですかね聞き取り調査をしそれの裏付け調査ってやつですね証拠とか照らし合わしながらまあまああの本当言ってることが本当かどうかみたいなね話になっていくっていうふうに思われますと。でまあここについては本人がまあどこまで本当のことを言ってるとかあるいは言ってたとしてもやっぱりどこまで言うかとかね含めてまあなかなかねあの何て言うんだろうなこう ほん当にね謎が多すぎるんでまあ、そもそもですけどあんだけ大スターでそのまあ別に生活に困ってるわけでもなく、まあ、スキャンダルとしてはちょっとショックかもしれないけどその歌舞伎界でなんかこう今までそんなのなんかたくさん出てきてるから別にそこまでのスキャンダルじゃないけどまあでもまあ、手前にジャニーズ問題起きてたんでより大きく捉えたかもしれないけど。うん まにしても、そこまでのことですかっていうのが世間的な感覚なんですね。でも、ご本人、こういうのは本人になってみないと分からないから、それ以外の別の話もたくさんあって、最後のとどめの一手だ,だったかもしれないけど、ま,あ、まずは、ちょっと動機がよく分かんないっていうのが多分最大の謎ですね。えで、まあ、それを踏まえた上でいろいろ見ていきたいんですけど、まあ、ちょっと家族会議したっていうことは、まあ、ね、なんか話し合うことがあったってことで、 で時系列的に言うと、とやっぱりスキャンダルのことでで、すよね。はい。ででまずちょっとね睡眠薬の謎の方に行きたいんですけどえっ、ー、と1つ目がですね自ら強い意志で飲まないと難しいらしくて、まあ、ここについてもなんか一般的な常識で言うとなんか睡眠薬をちょっと多めにワワ飲むとなんかねあのそういったことになるのかなっていうふうに思ったりあるいは何か飲み物に溶かした 溶かかして飲ませたたらら第三者からみたいなね、まあ、そういうのが可能なのかなっていうふうにちょっと思っちゃったりするところがあるわけですけどこれについては結構いろんな関係者お医者さん含めて結構いろんな関係者が発信してていやなんかそもそも何かに混ぜても味でねすごくうわっていう味なんで難しいって話プラス何かに溶かすとねでだからそれをわざときっとねそういうことにしてるんでしょうねでえー、っとでかつ結構な量なんでだからまあ自分がもう 要するにこうね実施するぞっていうもううわって飲まないと飲めないぐらいの量らしいんですよね。だからそれは確実に本人の意思があるんじゃないんですかねみたいな話らしいです。ただ一方でそれそんくらいの量のものをどうやって入手したんでしょうねとで普通に処方してるだけだと当然出ない量だからほ、まあ、本当に長年通って使わずに貯めるとかね いう話だったり、あるいは民間っていうか普通の、えー、と薬局等々で買えるやつとかで、まあ、大量に用意しとくとかっていうことになるらしいんですけどそうなってくると使用後の、まあ、ゴミが出てくるようなって形で、まあ、民間のやつだとすると瓶になるのかな、まあ、まあまあとにかくそのゴミがねなん,かなんかないみたいな話も出回っててでそうなるとどっから入手してあるいは入手できたとしてもそのゴミどこ行ったんでしょうねっていう形になるからまあ なんかこうミステリーとかで言うとね、なんか、これは私のミステリー情報だから合ってるかどうか知りませんよ <laughs>。なんかこう 足の裏にねこう宙下げでビーとかねなんかそういうのを見たりするじゃないですかでそうするともう警察は気づかずにみたいなでも今回はさすがにそういうのがあったら気づくとは思うんですけどなんかそういう分かりにくい手段で何かやるみたいなのはあるらしくてでなおかつなんか結構そこまで分かんないらしいんですけどねあまあある程度は分かるらしいんですけどまあその辺はなんかそういったプロが入ってると分かんないんですけどでもそれを思ってしまうぐらいちょっと不可解なんですよね。 でなおかつ、えっと、この布団をかけたのは誰かってことで亡くなってるとこに布団がかけてあったらしいんですけどそれってそのまあ何て言うんですかねこうやっぱりそれなりの量をたくさん飲むしなんか嘔吐もしてるらしいのでそうするとやっぱりきれいにな状態で寝てるってうよりはちょっと体が動いたりとかして布団をかけて で2人で飲みました大量にねじゃあでじゃあ仲良く寝ましょうつって寝ましたでその後その亡くなるまでの間にというかまあそれなりにこう動くと思われるんですよね意識混濁の中でねだからそうなってくるとボンが動くとだけど誰かが、まあ、それをかけ直したのかまあわかんないけど、まあ、そういう行動があったんじゃなかろうかっていう推察ができちゃう話なんですよねはい。 っていうのがあってね。だからこの辺含めてすごく謎ですよね。で、そして、えー、父母の遺書の謎ということで、はい。で次にまあえっとまあ、お父さんお母さんとも歌舞伎の件といいますか、まあ要するに名門一家ですから、まあ結構ねそのえっと園之助さん がいろいろ活動しているときも挨拶回りしてると話とかたくさん聞こえてきますから普通に考えてまあめちゃくちゃそういうのがしっかりしてる世界だから関係者も多いし普通に考えるとまあお世話になった人に対する言葉だとかあるいは面倒を見てきた人面倒見られた人いっぱいいるわけじゃないですかそこに対して何らかしらの言葉があってもおかしくないですよねだそういった遺書が本来だったらあるべきですよねとでなおかつ先ほどの話で言うと睡眠薬を もう自らの意思でガッて飲まなきゃいけないぐらいのことだから、ある種自分の意識ははっきりしてるわけじゃないですか。だからそういった意味において言うと、遺書を当然書いて、その後っていうふうに考えるのが、まあ本来普通なんですけど、まあそれがちょっと見つかってないということですね。私が撮影している現地点についてはそんな感じで。で、なおかつ、ということですね、はい。ということだと思いますと、まあそういった父母の遺書の謎っていうのがあります。で、続いて、 え,えっと猿之助さんの方の謎に入ってきますけどえっとまあ父母とは別だったっていうことで、まあ、ある種話し合いをしてみんなで同じ話になったとしたらじゃあみんなで一気に飲んでまあ寝るとこは別だったとしてもなんて言うんでしょうねまあ、まあ、なんて言う一人だけ半地下みたいなとこだったって話かつそのまあクローゼットでご自身でって話があるのでちょっとなんか。 ルートが違うっていうかなんかその辺も違和感なんですよね。はいでそして衣装、まあ、こちらも衣装問題っていうのがあってこちらはんか俳優さんというかマネージャーさんなのかなに対して書かれていてでそれがなんか変なスケッチブックみたいなやつが書いてあってっていう形らしいのでいわゆるこちらもなんかこう準備して衣装を用意してもおかしくないぐらいもう何ていう方っていうんですかねものすごくすごいポジションにいる方じゃないですか。 だから、まあ、そこがなんかその俳優さんに対してっていうか近しい人ですよ要するにね、に対してだけ書いたのかってなっちゃうと、この辺も謎ですと。でなおかつ、その時期もね、あのまあスキャンダルが出たっていうのはありつつ、その公演中だったりするんで、場合によってはそのもう少しずらすとか、もっと前に、あずらすってか、もっと前には分かってないのか。だから まあ人生も責任感が勝って思いとどまる方が強いんじゃないかとかいろんなことがあるわけですよね。はいで,で、もう一つ大きい謎があって女性の謎っていうのがあってで朝に大きな女性の声がしたらしいんですよね近所の人によると。で、これがやっぱり時系列的におかしいらしくて女性っていうのはここで言うとお母さんだけですよね。で、でお母さんっていうのはでも、えっと、その。 朝になる前にもうすでに亡くなってたらしいんですよねその,、えっと、その死亡推定時刻ってやつですか。ででも実際朝に大きな女性の声がしてるからそれは多分お母さんではありませんとそうすると第三者の誰かですよねっていう話が出てくるのでこれは誰だったんですかっていう謎が残りますという形なんですよね。というところで、ま、なんとなく今出てる情報の中で。 そのそれなりにやっぱ不,不可解だなって思うところはある程度出したと思うんですけどでそんな中で私が思うちょっと推察と言いますかもうこれは都市伝説ぐらいの感じで聞いてほしいんですけどあの、まあ、それを全部考えた上で言うと、まあ、あくまで推察ですからねあの家族会議はしたとしますよ。 で、したとします。で、こういうスキャンダルが出たとします。で、お父さん、お母さん、めちゃくちゃショックを受けます。で、それで、ある種、自主の道を、ひょっとしたら選んだのかもしれない。で、だけど、この状況を、猿之助さんと一緒に話して、みんなでって話じゃなくて、私たちはみたいな感じで、ひょっとしたら、そこで遺書かなんか残してあって、その、まあ来、来世、 に生ままれ変わりますみたいなのを書いて、まあ、先に亡くなってたとしますでその状況を見た知らなくて朝あその状況知らなくて多分ねで朝その女性の方が訪ねてきてそれお手伝いさんなのかわかんないけどしてウニカに登ってって見たらギャーってなってで猿之助さんを呼びに行ってそしたら大変なことになってるっていうのが分かりそしてその でその遺書とかを見てあるいはさ昨日話した様子からするとまあ察するところがありで、まあ、ある種の,その女性に対して黙っといてねという指示を出してそれなりの分かんですね場合によってはそのゴミとか使用中のゴミとかあるいは遺書とか持ってたらそれを全部渡した上で黙っといてねっていう口止めをしでそしてご自身自身も何、まあ、て言うのそこに絶望して。 でまあ、クローゼットでなんたらかんたらっていう話になったかもしれないよねみたいなの方が、まあ、ちょっとまだ筋としては通るのかなって感じですかね。そうでそうなると突発的なのでその、まあ、遺書も残してないっていうかまあなんとなく絶望の中で自分が大事と思ってる人に書いたぐらいの感じにしてますというところなのかなって思います。 まあそうすると遺書の謎も解けるというか本来はお父さんお母さんは遺書を用意してたけどそれはまあどっかに行ってしまったとっいうか、まあ、その女性に渡してどっかにやっちゃったとかでそれで猿之助さん自身がまさに突発的だったので遺書がまあこういう名残書きといいますか急遽ちょろっと書いたものになってますとそれはショックお父さんお母さんがまあ亡くなっていることによるショックとかあるかもしれないですけどね。 っていう風なのだと、なんとなくその、うん、なんか要するに、なんか計画性と突発性が混じってるんで、ちょっとわかりづらいんですよね。だから今の話で言うと、唯一残る謎が、その、なんか睡眠薬、どっから来たんだろうね、問題ですよね。だからまあ、これについては、なんかまあ、よくあるお医者さんが薬たくさんくれるけど、まあ本当になんか取っといてるお家って結構あるじゃないですか。もらったけど使ってないのよねみたいな感じは当たって。 まあそれをなんかなんかこう使っちゃったかもしれないしぐらいの感じですかね。はい、というところでまあいずれにしてもここまあこれも一つの推論にしか過ぎなくてですねまあ謎については解けないところでありつつ一方で澤高や大ピンチ問題っていうのはやっぱりあってこれをちょっと最後にやっときたいんですけどはいえっ、ー、とこちら現代さんの記事なんですけどねまあ今回ね これはですねちょっと泣くえっとこれからのことですかねこれからのまあどうなるんだろうって心配みたいな記事なんですけどねいわゆる、まあ、言うてプライベートな話は置いといてまあやっぱ言うて歌舞伎のなんかこう一座の長みたいな方がまあ今大変な状況になってることで今後その重たか屋ってのがどうなるんでしょうねみたいな話ですよね。で今までのこう経緯が語られていて。 で、えっと、これも先ほどお話しましたけど猿之助は死んで生まれ変わろうと家族で話し合った等の内容の発言をしてるって感じですかね。でいわゆるパワハラセクから報じた「女性セブン」がまあ発売された日なんでそれが原因じゃないかみたいなことが言われてますみたいな感じですよね。はい、で。 であとちょっとお,お家事情みたいなやつも触れられていてこの辺がね、まあ、ちょっとにわかからすると分かりづらかったんですけど2012年に3代目としてスーパー歌舞伎を確立した叔父の市川猿王から4代目猿之助を、えー、と襲名したのは澤瀉屋のお家事情が影響してるってことでだ本来だったらこっちの叔父の市川猿翁さんの息子さんのところに継がれるところが、えー、と今のね 四代目猿之助さんが襲名したということで,でそのおじさんの円王は1965年に宝塚女優の浜木さんと結婚でそして俳優の香川照之さんがまあ誕生したんだけれども夫婦は1年余りで別居ということですね、まあ、不倫によってそういうことになりましたと。 でそして奥さんの方が引き取ったことから円王と香川は長らく絶縁状態にありましたって感じですよね。これがなければ普通にいわゆる英才教育といいますかあの歌舞伎の英才教育をちっちゃい頃から受けてたって話になるんでしょうけどね。ただその後、えー、と不倫相手の方が亡くなった後和解して復縁してますっていうことなんですよね。 で、香川は父と別離、絶縁状態で役者の道を進んだことで猿翁の弟である段四郎さんの長男である亀次郎が4代目を継承したって感じでですかねはい,いややこしいですよね <laughs> 本来だったら香川さんがまあまあ継いでたんだけれどもあの一旦絶縁してたんでってことですよねはいでそうですねはい でそれまでスーパー歌舞伎を継承するのは遠王さんの部屋弟子の方と言われていたと。でところが親子関係が、えー、っと修復したことで香川はスーパー歌舞伎の後継者にいとこの亀次郎を後押ししたと言われていますっていう感じですね。だから、えー、っと香川さんの、えー、っとお父さんんののお父弟子が まあ本来だったら香川さんがいなくなっちゃってたからそっちに継がせようとしてたんだけど香川さんと仲が良くなりそしていとこを押されたことによって今の亀次郎さんが継いだと。わかりづらいですね <laughs> で。でえー、っとそうですねで香川の思惑は長男の市川壇をえっと5代目に襲名させるためと言われてましたって感じでねお家事情もろって感じですよね。 自分の息子に継がせたいからってことでですよねで亀次郎が四代目猿、えー、之助を襲名と同時に香川も歌舞伎役者,役者として一川ら注射をということですね。でお互いに役者としても大成功という形ですね。はいでまあちょっとお互い大活躍の中香川さんがね、えー、昨年でしたっけ に銀座ククララブへへののホステステセクハラ疑惑みたいなことです、ね、まあそれでちょっと大変な状況になっちゃいましたと。まあそこに対して猿之助さんもなんか助けの手を伸ばしたとかねまあまあそういう話があったわけでで今回まあ猿之助さんまでこういう状況になったらまあすごい大変だよねっていうのは容易に想像つくということで今ジャニー喜多川氏の問題もえと社会問題に なってるんで、まあ、相当追いいい詰めててたんだろうっていううっ感じででですすよねね、まあ、なので、えっと、そうです、ね、で一方で香川さんはテレビから干された状態にあるので俺にはもう歌舞伎だけと話してるっていう感じでね、まあ、そんな状況下でこういったことが起きたから、まあまあ、そういうのを含めていろんな意味を含めて大号泣って話があったんでしょうね。はい、という形で、えっと、そうですね。うん ななかなか大変でそれで結局今んとこ香川さんが歌舞伎役者として活躍できているのは猿之助さんの尽力が多いということでまあ、いない後ろ盾がいない状況ですね。でなおかつ今えっ、ー、となんだけれども香川は、えー、香川親子が澤高屋を支えている状況かつ後ろ盾の人が今ちょっと大変な状況になっちゃったっていう感じですよね。そう で仮に猿之助が引退ということになれば、澤高屋スーパーカークリはどう,ど,うしどうなってしまうのかっていうことでね、澤高屋そのものの、えっとまあ、こう身体が問われるような状況にまでなっちゃったっていう、まあまあそんな感じですね。はい、という感じで、まあまあこの辺りの謎がですね、まあまあま、あ最終的に解けないと、これどういうことかっつうと、 要は自殺補助みたいなことやってると犯罪にもなってくるからさすがにそこまでいっちゃうと復帰は難しくなるけどまあちょっとまあそれはしょうがないよねみたいな状況だったりするとまあ今すでにもうみんななんかもうなんかこう頑張って戻ってきてほしいっていう人がめちゃくちゃいるから応援されるからだから復帰の可能性は出てくるけどまあそれはすぐにっていう状況じゃないでしょうけどね。 ただだからその辺のほ本当の謎がしっかり解けて猿之助さん自身が、まあ、そ,のそんなに罪がない状況プラス本人の心が戻ってきてでもしあのセクハラ報道とかが本当だとするならばそれをちゃんとごめんなさいして償って再出発って形をやればなんとかみんなで応援していきましょうっていう感じが出てくるっていうことですかね。で、はいまあ、もちょっと大変な状況でありつつ 早いとこね、これが本当、本当っていうか、その、まあ、警察とか本人の証言によって、早いとこ、この本当の話がね、出てくるっていうことが結構重要かもしれませんね。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。